それではペイナント20年目やっていきます。ということで今回最終回ですね。クロス君が引退するまで一気にやっていこうと思います。彼の活躍を見守りましょう。クロス君2軍に落ちてますけど1軍に引き上げます。でもこいつもなんか今年で引退そうな勢い。142キロ、34歳、かなり劣化してきてます。引退するまでお前先発ローテにぶち込むからな。ちょっとヤンバルズね、強くなりすぎてしまったんですよね。昨年ももう30ゲーム差つけてます。先発陣、白石32歳、こいつも32歳か。得の多いですね。錦織34歳。錦織より全然能力落ちないんで万成タイプですかね。黒さも早熟かつ基本練習は嫌いで何にも伸びてません。西岡、小倉、そしてクロス、この5人最強ですからね。でこのチームは先発だけではない。中継ぎ抑えも強い。平林、156キロの速球を持つ。三原、覚醒したとこ矢口、具志堅、野手スタメン1番用。ちょっとクロスさんが引退するまでに最短打記録更新してほしいですね。盗塁も B になってます。久本、ミートです。オークランド、ボーデン、最強の助っ人。平塚ちょっときつくなってきたかな。32歳、甲斐、昨年20本打ってます。松沢、ベテラン、34歳。金村、キャッチャービー。カーテル、ちょっとヤクルトの様子を見に行きましょう。城島くん、ミート練習をさせられてます。ゲッツついてますね。初めからだっけ。これ消して、お、アベレージってある。パワーヒッター欲しいな。まずアベレージって取るか。ちょっとクロス君は城島が活躍するので粘ってほしい。シーズン開幕5月1日、現在ヤンバルズ2位ですね。横浜今年なんか強いですね。6ゲーム差すでにつけられてます。ちょっと偵察に行ってみましょう。相手のベストだわ。角田、足田強いね。期待、池内、梅村。まあでもうちの方が強そうですけどね。なぜこんな差がついてるのか。投手陣強そうですね。相沢杖、キャロル、堀之内、周東、全員防御率やばいですね。1点台、2点台。投手陣かなり安定してるチームですね。で、抑えの何かクソ強いわ。防御率 0.61。 いや、こいつも強いぞ。161キロコンスタビー、スライダー6。なんか能力尖ってるやつ多いな。あ、甲斐と久本、海外留学前に設定したからちょっと落ちてました。2軍に。それ許されない。ちょっとスタートダッシュつまずきましたが、まあ、ここから、この二刀流で、ね、参加してくるんで、立て直せるでしょう。こいつ防御率 10.5。抑えとして失格すぎないか。もう2敗してるし。やはり富岡。大倉のちょっと1割しか打ってないですね。結構波があるんだよな。松沢も0割台。不調すぎる。1月まで行きます。7月1日。お !MVP、城島、3割4分5厘。ホームラン6本。活躍しますね。お、錦織、1.953勝。錦織は相変わらず安定しますけど、ちょっと能力、今年から落ちてきてんな。急速スタミナ、サークルチェンジ、下がってます。小倉も7勝でいい感じ。クロスは ?3 勝5敗。西岡、1.69、6勝。城島も6勝。七海が留学で、クソ強くなってるわ。これいけるな。得のなしか。大倉の2割1号輪6本。全然打たない。松沢1割。誰かサードいないか。サードいないな、マジで。金村9本。1月、横浜追い抜いて、10ゲーム差をつけました。さあ、今年はもちろん優勝したんですが、日本シリーズ、現在3勝1敗。相手は、与田率いる日本ハムファイターズですね。試合を見ていきましょう。今年はちょっとあまりパッとする成績のやつがいなかったですね。まあ、ボーデンがしっかり38本打ってます。オークランド、去年は100打点超えてたと思うんですが、打率2割2分8厘。まだ31歳ですけど。ボーデンも29歳。渡瀬、こいつな欲しかったんだな。26本打てるし。27歳。結構でもいい勝負できそうですね。かかってこい。でさあ、紹介にしっかり取っていくぜ。4番、ボーデン来た。先発、錦織武史。クロスと同級生ですね。ナイス、俺だ。ライトフライ。3番、渡瀬。渡瀬怖いですね。まあ、こちらツーランで先制してるんで、じっくり投げ込んでいきましょう。
フィリスを抑えられない。これツーベースコース。ツーアウト二三塁ピンチですね。深い初球センター返し。珍しく打ったセンター返し。でさあ久本今日打ちますね。 OK、 なんとか勝ちました。日本一。クロスの姿が見えません。今日はオフです。渋谷アンバルズ2年連続6回目の日本一。ベスト9。相原入ってるわ。うぜ。金村キャッチャー、ボーデン、城島、伊予、ゴールデングラブ、オークランド、打ってないけど守備は頑張ってるな。法人タイトル、MVP ボーデン、パーリーグ、与田、本塁打を打点をボーデン、最短打伊予、伊予取りましたね。西岡勝率第一、最多勝相原取ってるのか。平林最優秀中継ぎ、最多三振、西岡。相原防御率、どんぐらいだったんだろう。守備総理コーチの能力は劣れました。劣れるとかあんの？コーチも。布川自由契約。ドラフトいきます。もう即戦力のやつしか、いりません。オールエスコイ。瀬下、大学ナンバーワン投手。福井強いですね。カーブ6、スプリット4。四国の怪物。深い。川口、こいつまま強い。社会人ナンバーワン内野手。飯島。サードか、こいつ、取ってもいいな。関西の怪物。上沢。2球団競合。左。はい、OK。ポスティング交渉。こいつ、海外に行こうとしますね。今年、防御率 1.71、16勝6敗。一度海外リーグに挑戦したいと思っていた。現状に満足したくない。普通になんか却下されてないですか ?FA 交渉。相沢、フィギス。林もついに、自由契約になったか。40スタンデック、頑張りましたね。上沢杖、肩が S 近くある。守備タイプの選手ですけど。オールディージョンありますからね。かなり強い。レギュラーで使えるな。こいつらを、ペナントリーグに連れていこう。ちょっとクロスさん、球速140切りそうになってきましたね。まだいけるか。頑張れ。金村キャッチャー A になりました。平塚ついにパワー A になりましたね。城島、アベレージッター取ってますね。いや、なんかミートが10ぐらい増えてるんですけど。なんで？覚醒した？クソ強いわ、こいつ。じゃあちょっと今年のスタメン、これでいきます。1番、伊予。2番、久本。3番、城島。4番、ボーデン。5番、平塚。6番、金村。7番、オークランド。8番、松田。ちょっとドライチのやつ留学させるんで、帰ってきたらサードにぶち込もうかなと思ってます。エース、相沢。31歳。西岡、クロス、小倉、西距離、白石と。完璧。お、ヤンバルズの与田。防御率 0.54。4勝0敗。強い。ヤンバルズは13ゲーム差で1位。もっと差をつけてほしいね。ちょっとオークランド今年は調子良さそうなんで3番に置いて、城島2番でいこう。今年は 35.5 ゲーム差で優勝。強い。成績見ていきますか。相沢 2.14、15勝5敗。西岡 1.53、14勝4敗。小倉 1.58、12勝4敗。西岡の方がいいですね。で、与田。防御率 1.73、20勝7敗。与田が普通になんか20勝してるんですけど。で、金徳強心臓もついてます。最強のピッチャー。32歳。こいつはまあ生え抜きでコツコツ育ててきたんですけど、ようやくね、20勝しました。素晴らしい。そして、クロス君、防御率 3.02、11勝5敗。防御率意外といいっすね。中継ぎ陣は、平林、43ホールド。1番よ、打率3割3分0厘、18本。これ、首位打者ですかね。伊予29歳。2番、城島、2割8分8厘16本。30盗塁してます。オークランド、2割7分9厘19本。ボーデン、ボーデン今年も37本打ってますね。4番として安定します。5番、平塚、19本。松田は、3割1分0厘。上沢入れるの忘れてましたね。あ、こいつ強えな。走力肩守備 A。海外留学で守備と走塁上がってます。こいつらにちょっとサードで使います。うわ、最優秀防御率、西田とかいう変なやつに。こいつか。こいつにギリギリ取られてる。この3人惜しいな。相原 1.76。相原も迫ってます。13勝しますね。野手ランキング、打率。打率トップは羽生。3割5分0厘。ボーデン本塁打は今年も取ってますね。ちょっと年俸見ますか。与田がなんか普通に年俸クソ高いんですよね。11億1000万円。こいつをうちのチームに持ってくるのに20億かかりました。普通に億超えのやつが14人います。
うちのチームは打撃1位、守備11位、投手12位。投手12位じゃないでしょ、このチーム。これっすよ、これ。なんでこれ12位なの？全球団最下位。このグラフちょっとおかしくないですか？ベースナイン、与田金村、オークランド、城島、伊予、ボーデン。外野手完璧。ゴールデングラブ、与田、オークランド、ボーデン。MVP、2年連続ボーデン。お、与田が沢村賞取ってる。西岡勝率第一、与田最多奪三振。ヤンバーズの与田選手が FA 宣言しました。ざけんなよ、こいつマジで。20億出してないぞ。ん？ヤンバーズがクロス選手のポスティング制度の利用規模を発表しました。今から？もうあいつ引退を考える時期だと思うんですけど。ちょっと与田は絶対に逃がさんよ。投手コーチが新たにドラフト選手見極めを覚えました。ポスティング交渉。クロス君？どういうことですか？まだまだやれるんじゃないかという気持ちがあるうちに挑戦してみたい。海外に行くということですか？まあ、海外志向強いですからね。ただその能力で海外で通用するんですからね。まあ、桑田さんとかと同じで記念に海外に行くわけではないと。そういう気持ちは伝わってくるんで、ダメです。そして問題はこの FA 交渉。まあ、杉原はいいとして、与田ですよね。この最強のピッチャーを逃すわけにはいかない。年俸こいつどうなっとんの？フル年俸出しますか。よし。引き止め成功。あれ、城島こいつ海外留学してないの？マジで？ちょっと城島、今更連れていこう。現在24歳。白石かつてはスタメナ A ありましたが、C まで落ちますね。今年の先発陣、相沢、西岡、与田、小倉、クロス。クロス頑張れ。お前まだいけるはず。え？ 18 対0。ヤンバルズ伊予、4割3分4厘。相沢、防御率 0.37。3勝。打率と防御率がおかしいんですけど。11.5 ゲーム差。今年が一番最強かもしれない。しかも城島が帰ってきました。あ、強くなってる、クソ。何が上がった？走力と守備が上がりましたね。走力15ぐらい上がってるわ。10月1日、もうすでに優勝してます。ヤンバルズ4勝1敗、日本シリーズ制覇。佐藤守、相沢16勝、西岡18勝、防御率 1.47。これは最終防御率でしょう。小倉17勝、クロスさん5勝5敗と粘ってます。球速139キロ。このチームなんですけど、ちょっとショート、セカンドあたり、内野手、ちょ、この辺いいやつ探しておかないとダメですね。オークランドもうダメだ。ベストナイン、西岡、金村、久本。ボーデン、伊予。上差取ってますね。個人タイトル、ほぼヤンバルズ。あ、小倉沢村賞取ってる。小倉もう正真正銘の生え抜きですからね。真の生え抜きなんで、活躍してくれて嬉しいです。新人王、上沢。首位打者、伊予。ボーデン。3年連続くらいで本塁打を打点を取ってます。伊予最多安打。最高出率。最多勝利賞か。最多奪三振伊予だ。ファン人数はもう、完走しますね。引退希望とか。あ、まだ出してない。まだ元気でやりますと。まあ、クロスがね、引退したいというまで。うちは先発で使い続けますからね。お！帰国選手故障。山形くん。帰ってきたか。うわ、強え！パワーエース。守備です。成長している。成績3割3分3厘28本99打点。クソ強くね？いや、取る取る取る。穴が塞がる。え、2億2000万、そんなんじゃダメです。6億。7億出そう。よし！山形選手がヤンバルズに入団しました。小倉、日本の野球が世界に通用することを確かめたい。さらなる高みを目指したいと思う。確かめなくていいです。FA 交渉。あ、相原くん？君、やはりうちに帰ってきたいんですね。わかりました。9億出します。毎年もペナントリーグ行ってますからね。今年も連れて行きます。いや、ちょっと今年楽しみですね。相原がヤクルトのスパイから帰ってきました。え、こいつ36歳 ?36 歳の能力じゃなくね。ちょっと日本にもうちょっといてもらって、得のつけたかったけどな。オークランド君、これが本当のメジャーリーガーというやつです。覚えておきましょう。城島。城島ね、あんまり成績が伸びてきてないんですよね。今年は期待。1番、伊予。2番、城島。3番、山形。4番、ボーデン。5番、金村。6番、平塚。7番、上沢。8番、久本。隙がない。平塚36歳なんで、山形と同い年ですね。このチームも、後のこと全然考えてないですからね。今勝てればそれでいいというチーム。若手の育成が全くできていません。まあ、クロスの引退と同時に消滅しますからね。投手、相沢、相原、与田、小倉、クロス。いや、西岡入れないと。具志堅結構成長しますね。160キロのナックルボーラー。ワールドチャンピオンベースボールシップに参加する日本代表メンバーを
もうそんな季節ですか。あんまりね、疲労を試させたくないんですけど。なんでヨダが入ってないの？首脳陣の頭はどうなってるんですか？あ、でも結構強いピッチャーいるな。竹下。相原も入るでしょ。ガチで全員ヤンバルズで行こうかな。前は惨敗しましたけど、今だったら、なんか勝てそうな気もする。金村、渡瀬。内野が全然入って、山形は？山形入れんとか正気か？噂も入ってますね。あれ、噂なんか結構強くなってね。ミートディ、パワシ。他球団に行った杉原、結構強くなってますね。起用設定。ベストオーダー決めよう。1番、伊予。2番、城島。3番、山形。4番、渡瀬。パワーヒッター。5番、杉原。6番、金村。7番、上沢。8番、高橋。9番、マスコ。首藤くん頑張ってますか？こいつも代表に入ってくるぐらいは強いんだよな。クロスタイプの野手能力。予選で負けるわけがない。うちの日本代表が。うわ、敗北してるわ。決勝、アメリカ VS ドミニカ。パワー VS パワー。さあ、ペナントレース開幕。今年こそは50ゲーム差で勝ちます。それでは最後の年、頑張っていきましょう。クロスの引退試合、9月26日。この日のチケット、ぜひ買ってください。歴史的瞬間を見逃すな。月間 MVP、山形、そして相澤取ってますね。相澤強い、0.5、4勝。なんか野手があまり調子良くなさそうですけど、3割超えが膝元しかいない。まあそんなもんですよね。普通は。よし、もう引退試合まで行きましょう。9月26日、試合を見ていきます。スペシャルではもちろんクロスが登板します。最後の試合ですからね。さあ、先発はクロス。今年は防御率 4.26、 5勝4敗。球速、変化球、スタミナ、それぞれかなり劣化してますが、気合だけは負けていません。そして非常にプライドも高いと。2-3、立ち上がり大丈夫。うわ、線高いし。うわ、いい、それだ。ナイス。ライトフライ。ストレート結構走ってますよ。130キロの剛腕。うわ、走ってきやった。一時期はパワー A ありましたが、今は C しかありません。ナイス三振。4番、シールド。強そう。かつては18勝してますからね。勝田18勝で最多勝も取ってます。その時のピッチングが今できている。三振。惜しい。セカンドライナー。2番、久本。2割9分クリーン。久本が出れば高確率で点が入りますからね。三振。3番、城島。フルスイングを見せてくれ。惜しい。サードライナー。山形でも取れない。ナビチクロス、なんとかしのいでます。4番、山形。流れを変える力をね、彼は持ってますから。36歳とは思えない身体能力をします。毎年全盛期を更新している。見逃し三振。相手のピッチャー強いな。セカンドゴロ。勝てるんでしょうか。2対2。先に勝ち越せるか。お、3点取った。8回裏。バッターはジョージマン。でさあ、このチャンスでバッターは最強の打者、山形。惜しい。さあ、抑えに遠目か。入ります。この顔すれば勝ち。早いでしょ。OK。
課長者。お、ヒーローがクロスになってる。ロッカーを2点抑えること。これは最後のふさわしすぎる投球でした。平塚決勝スリーラン。今、クロスが引退してきます。うちがドラフトで獲得してから十何年間にわたり活躍してくれました。一時間二刀流として頑張っていた時期もあったんですが、やはり二刀流はそう簡単なことではありませんでした。投手一本にしてから調子が非常に良くなりましたね。さあ記録、相原16勝。相原も強心臓ついてる。沢村賞取ったらつくのかな、この金徳は。西岡 1.28、14勝6敗。与田も左キラーついてる。やっぱこれ沢村賞か。17勝1敗。強い。小倉も 1.27、16勝3敗。相澤13勝5敗。ピッチャー全員1点台。強すぎない？最終防御率は与田ですね。1.26。野手記録、伊予3割2分0厘7本。久本2割9分7厘。城島2割9分5厘19本。城島しっかり100打点出しますね。山形2割9分2厘30本。ボーデン28本。噂は、まああんまりですけど。もう守備いいんで。金村15本。ヤンバルズ4勝0敗。日本シリーズ制覇。ベスト9。与田、金村、久本、山形、城島、伊予、ボーデン。ゴールデングラブ、与田、噂は、山形、ボーデン。個人タイトル、与田、MVP。ボーデン、打点王。城島、打点王、もうちょいでしたね。伊予、最短だ。あ、与田、強いわ。投手4冠。というわけで、23年やってきましたが、今年で終了していこうと思います。与田、34歳。相原。小倉、31歳。城島、26歳。伊予、31歳。2000本安打の最強打者。山形、37歳。ボーデン。久本、30歳。久本、34歳か。噂は、25歳。Thank you for playing. 23年にわたるヤンバルズの歴史が幕を閉じました。球団消滅。ペナントプレイデンス23年。日本一9回。リーグ優勝14回。ドラフトの当たり確率5回。ドラフト獲得回数85回。記録室。ドラフト選手。S ランク何人いるかな？金村 B。甲斐 B。矢口 B。意外と、いないですね。あ、小倉 A か。小倉 S でよくないか。平林 S。中継ぎと抑えは S 評価もらいやすいですよね。久本 A。富岡 S。あれ、富岡って2代目か。あ、蘇我部か。蘇我部と今福は S か。この今福、蘇我部コンビ、最強中継ぎ世代がいて、で、その後、2代目最強中継ぎ。富岡、平林と。この二人が来たと。富岡通算316セーブ。西岡評価日。西岡36歳。もうちょっと早く先発で使ってもよかったかもしれませんね、こいつは。お、相原評価 S になってる。150勝。あ、松田評価 A ですね、こいつ。白石評価 A。錦織3年目のドラフトで取った選手なんですけど。まだね、現役で頑張ってますからね。伊予評価 S。まあ、伊予はね、さすがに2000本安打してるし。S でしょ。あ、クロスも評価 S だ。よかった。通算150勝。防御率 3.85。嬉しいですね、これは。で、山形は？山形確か広島。あ、山形評価 B か。やっぱ野手の評価は、なかなか、厳しいですね。まあ、伊予は S なんですけど。ちょっと海外に行ってた分、評価が低いんですからね。野手メンバー。これ過去のね、メンバーです。最初はまあ、阪神の引き継いでやっていたんですけど、最初のは全然勝ちなかったんですよね。23年。あ、大谷さんとかも見たな。キングバーガートラ。この年の順位とか出ないからね。3番大谷、大山、佐藤輝明。で、この年、大山さん、3冠を取ってます。2026年、ベンジャミン。ベンジャミン、いたな。そういえば。そして、この年からデューが入ってきて44ホーマー。で、ベンジャミンも18本。この年割と強かったですよね。佐藤輝明さんも38本というし。28年。クロスはいつから来るんだ？クロスが入ってきてから、バッターちょっと弱くなりますからね。あ、クロス入ってきてる。2029年。2031年、クロスをセンターで使ってますが、1割7分3厘15本。やっぱバッティングがね、ちょっと
ダメでしたね、クロスは。ホームランめっちゃ打ってんですけどね。デューク33本。松沢が3番打ってる年もありました。伊予はもう2032年からずっと1番ですね。3割4分2厘。デューク50本。で、2035年からボーデンが入ってきて、オークランドも来てますね。クロス、1割4分8厘2本。最初からピッチャーで使っておけば、もっとね、活躍したと思うんですけど、まあやっぱね、ロバンを追ってしまいましたね。オークランド41本。2036年ぐらいからずっと同じようなスタメンですよね。あ、投手も見れるのか。ちょ、投手も見よう。最初の西さんとかめっちゃ強かったんですよね。西さん18勝。最初のずっと4年を使っていたんですけど、4年8勝8勝、12勝2敗。この年の4年は強いですね。最多勝取ってますね。クロス9勝。これ1年目ですね。1年目9勝します。次の年5勝12敗。10勝4敗。クロス5勝7敗。マクラード17勝。クロス10勝。錦織がこの辺から覚醒してきますね。白石15勝、クロス13勝、相原12勝。これ10年前ですね。クロス9勝9敗。クロス12勝5敗。この年ぐらいからちょっと投手に専念しようかなという感じで。で、次の年、18勝5敗。最多勝。野手チームベスト。最高打率3割4分6厘。佐藤輝明。佐藤輝明さんが最高打率記録持ってるんですね。伊予取ってないんだ。伊予も3割4分ぐらいは打ってたと思うんですけど。最多本塁打、デューク。50本。最多打点。131、オークランド。最多安打、201、久本。最多盗塁71、ゲーム最多安打、伊予。6打数6安打してんのか。最多投球回、伊予だ、239。最多敗北、クロス、12敗。負けてますね。最多勝利、伊予だ、最多セーブ、スアレス。最多連勝、17。西岡、17連勝したんだ。ゲーム最多三振、藤浪。かなり昔ですね。15三振。という感じですね。山形戦。43だ。これはまあメジャーの記録は加算されてないですよね。安打数は、伊予がもうダントツで2300。久本も2000いきそう。クロスを出したとしては、ホームラン79本。通算打率1割6分3厘。勝率与田180。まあでもクロスも150勝しますからね。強いですよね、普通に。やっぱ与田は完封が非常に多いですね。52。まあ選手メーカーで見た方が早かったか、クロスは。クロス直樹、38歳。大卒。四国のドクター系、全日本選手権、準優勝。そして中日ドラゴンズに入団しましたが、即、ヤンバルズに来ました。身体能力を生かした二刀流で注目されるベテランは、登板間隔が短くても難なく投げられる驚異の回復力を持っている。大学時代には全日本選手権で準優勝した経験を持つ。あの試合ね、惜しかったですね。そのスタイルから、史上最強の最終兵器と呼ばれている。防御率ずっと4点台だったんですが、最多勝取った年は 2.82。防御率はそんな普通ぐらいの選手なんですけど。まあ長い年月、それなりの成績残してますね。最多勝1回。勝率第1位1回。まあ新庄道を通ってます。あれ、オールスター1回しか出てないのか。ちょっと山形も見よう。山形。クロスの1歳、年下ですね。社会人。東海の怪物。夏の全国大会ベスト4。広島に入団し、アメリカ行って、ヤンバルズと。広島時代は毎年、ほぼ毎年、3割超えてますね。まあでも本塁打数30本1回も超えてないんだ。まあそれだったらランク B でもしょうがないですね。城島、東海の怪物、夏の全国大会優勝。球界を代表するスラッガー。ただ打率1回も3割超えてません。まあ今年は2割9分5厘だったんで、来年あたりから安定しそうですね。本塁打、1年目の23本が最高。伊予、2年目に首位打者取ったんですよね。こいつは。最高打率は3割4分1厘。後半の3年めっちゃ強いな。3割3分0厘、3割4分1厘、3割2分0厘。というわけで今回ペナント23年やってきましたが、今回で終わっていこうと思います。ペナント初めてやったんですけど、非常に楽しかったですね。お疲れ様でした。